少しした理屈でした、ね、はい、じゃあ次ですね、2番いきましょう。すべての費用収益、費用および収益は、はい、その課は支出と言います。支出、ね、お金が出てくる支出ね。したがってこれは14番ですか、支出、ね、14番に支出と言います。および期、これは収入です。9番の収入です、ね、支出収入です。はい、に基づいて計上し、その、はい、発生した区は発生です。区は発生、だ18番ですね。発生した期間に正しく割り当てられるように所持しなければならない、ね、ただし、計は未実現収益と言います。未実現収益ね、だ13番ですね。未実現収益は原則として、当期の子は損益計算ですね。子は損益計算6番です。損益計算に計上してはならないと、ね、ただし未実現収益は原則として当期の損益計算に計上してはならないと、ね、こういうことです。 OK ですかね。これ何気ない文章なんですけど、むちゃくちゃ大事なんです。実はこれがさっきの売掛金、買掛金の話なんですよね、実はね。はい、じゃあ少し喋りますよ。じゃあいきますね。これ結論からいくと、これ発生主義会計って言うんですよね。今の文章は発生主義って言うんですけど、発生主義会計っていうね、文章なんですけど、一応癖模様で書くと、これどういうことですかっていうと、こういうことなんですよ。いいですかね。収入とね、支出ありますよね。収入と支出と収益と費用、これは違いますよっていう話なんですよ。違いますよと、ね、どういうことかというと、こっちはまあキャッシュと思ってください。金が実際入ってきたら収入って言います。金が実際出てったら支出。でも我々は収益と費用をやりましたね。これだったら売上とか売上とか、収益、売上、費用、売上とかね、多分ね、というイメージです。ここなんですかね。はい、じゃあいきますよ。例えばね、今家計売上だしかなかったとしましょうか。家計売しかなかった。例えば借り方、売掛金、貸し方、売上としましょう、ね、じゃあ100万円としましょうか、わかりやすく。はい、じゃあ質問しますよ。掛け売り、借り方、売掛金100万円、貸し方、売上100万円と仕分けしました。じゃあ PL 作るかって言って PL 作りましょう。つまりこの仕分けはこれで、今記録やってますよ。じゃあ PL 作ってみるかという表示ありますから、はい、じゃあ作ってみましょうか。そうすると今売上収益ですから、これ100万ですよね。で、費用今回ないんでゼロにしましょうか。で、利益100万でしょ。つまりこの仕分けしかなかったとしたら、確かに利益100万なんですよ、ね、ところがさっき言ったようにキャッシュあるのと、ないんですよ。ないでしょ、お金が、ね、うん、でも仕分けやっちゃってるんですよ、これ、ね、これが発生主義会計って言うんですよ。別に金が入ってなくても収益とやっちゃえっていう方法なんですよ、ね、それに対して現金主義会計ってのもあるんですよ、ね、現金主義会計、現金主義会計ってのはどうするのというと、仕分けなしなんですよ。現金主義会計は収入と収益イコールの会計なんで、支出と費用もイコールの会計なんですよ。これが現金主義会計。実は結構分かりやすいんですよ。だ小学生にやらせると、まあ、全部全員現金収益ですからね。小遣い帳があるよ。金が入ってきたらば収益、収入にする、金が出てったら支出、費用にするっていう会計ですから、単純なんですよ。これが現金収益会計って言うんですよ、ね、はい、したがって現金収益会計で仮にやったとしたらどうなのっていうと、仕分けなしですよ。だって金が入ってきてねえんだから、だからゼロゼロゼロですよ。じゃあいつ収益になるのと、来年ですよ、これが。お金、
帰ってきた時に売り上げ上げる。それが現金主義会計っていうんですよね。だから筋っていうのは通ってるっちゅうのは筋が通ってるさ、現金主義会計ね。はい、今僕収益の話しましたけど、じゃあ原価償却考えてください。原価償却、車買いました、ただ側近とするか、側近で100万で車買いました、お金出てきましたね。そしたら貸し方現金でしょ。で借り方、はい、どうしましたっけっていうと、我々が普通に勉強してる場合はこれ資産にしましたね。資産だから車両って資産ってやっちゃった。で少しずつ減価償却が必要にするでしょ。我々の普通の株、つまり派生資料だから、ここにずれてますよ。でも現金主義会計採用したら金払った時に全部費用するんですよ。車買っちゃった初年度に全部費用にしちゃうんですよ。だから減価償却は存在しませんから、現金主義会計でやっちゃった、ね、だって金が出てきた時に支出にしたから費用じゃなくて現金主義、どうしよう。でも我々は発生主義会計を採用してるから、実はいきなり貸し方現金でやっても資産にするんですよ。で一旦資産にしといて少しずつ費用にするってことなんですよ。これ実は発生主義だからですよ、ね、つまりこの2番目の文章が発生主義会計っていうんですけど、この文書があるからこそ我々は減価償却を雇ったし、家計売上の仕分けを雇ったしという正体だったんですね。実はこの文書がそうなんですよ。これが正体なんですよ、ね、じゃああともう一回改めて読みますよ。すべての費用収益は、つまり売上とか減価償却費は、その、はい、支出および収入に確かに基づいて計上するんだけどね、基づいて計上するんだけども、その発生した期間に正しく割り当てられるように使用しなければならない、ね、つまり減価償却だったらね、耐用年数3年だったら初年度だけに費用にするんじゃなくて、ね、1年目2年目3年目ね、例えば300万で買うてきたら初年でも100万、2年目も100万、3年目も100万に費用しませんかっていう話なんですよ、ね、これが発生主義会計って言うんですよ、うん、だって車だったらね3年間使うんだから、それ乗るんだからね、だから初年度だけしかね収益に貢献してるわけじゃないんだから、3年間にわたって貢献するんだから、だから分割しませんかってことよ、この支出をね、少しずつ費用にしませんかっていう話ですよ、ね、でさらにね、なんで家計売上がいいのって言うと、あくまでね売上っていうのは商品を引き渡した時にやるべきじゃねえのと、業績がね、例えばローンだったら分かりやすいでしょ。30年ローンですよ。最初に売り上げたその売り上げを30年間で回収するわけですね、うん、そういう場合はどうするのとかね、いう問題がいっぱい出てくるんですよ。現金主義会計にしちゃうとね、うん、もらった時に計上するとか、まあローンだったらもらった時がいいかな、ここからね回収したつのにこう売り上げを貸し借りになってきますから、ローンの場合は、うん、だから単発のね取引、だから今年売り上げてね、来年回収するんだよと言った場合はね、あくまで今年の業績ですよよと、今年車売ったんだよと、ね、来年は回収って業務だからね、別に業績じゃないよねと、つまり収益じゃないよねという話になるんですよね。ということで実はね、我々は会計勉強しちゃったんで、まあ勉強したんですが、勉強したんで発生主義というこの発想がこびりついてるんですよ実はね、うん。でも簿記の勉強を全くやったことない人はこれじゃないです。現金主義なんですよ。あれなんで金入ってきてるのになんで収益だのって、ねえじゃん金って利益ってやってるけどどうやって税金あるのっていう疑問に思っちゃうんですよ逆にね、うん、でも我々は普通にあれえ駆け売りやるじゃん別にやるじゃんみたいな感じになってて、実は勉強したからこそね普通の感覚とは離れちゃってるんですね実はね。当たり前と思う感覚が素人と違くなっちゃったんですよ。そういうことだ、うん、ちなみにあの石原都知事って私は前の東京都知事、ね、うん、あの都知事が前言ってたのはね、東京とかね、なんとねこんなにすごい国になってるくせに都ですよ都、ね、行政ですよ、行政の会計がなんと現金主義だったんですよ。こんな先進国ねえぞと、バカじゃねえかと、うん、だから行政のね市役所とかねあやつですよ、ああいう会計にもね、発生主義入れろって言ったのは都知事なんだよね、あの、橋原都知事なんですよ。あの動画にも今上がってますからね。
こんな先進国で発生主義入れてるの日本だけだって騒いでたんですよ、ね、その話は10年ぐらい前かな言ってましたね。それがまさにこの話なんですよ、ね、うん、ということでね、こういう理論を勉強するとね、まあ、そういったあなんだ、まあ、ジェラトジーに限らずね、いろんな人が言ってることも全部分かってきます。何を言ってんのこの人、何を騒いでんのってのが分かってくるんですよ、ね、だから結構ますます面白くなっちゃって、そういうことです。では最後ですね、ただしです、未実現収益はダメだよという話なんですけど、そうだな、一応ここまでの勉強で分かりやすいやつで喋りますね。例えば何があるのっていうと、連結を思い出すと多分分かりやすいですわ。連結、あのダウンストリームとかアップストリームだったでしょ、あれ未実現利益の消去って言ったじゃないですか。あれがまさにこの話につながるんですよ。つまり親会社から子会社にね、売り上げましたって時にね、勝手にいいけどおっしゃるでしょ、それは連結すると、ね、除外しましょうよということで、ね、だから土地売却がいい人があったじゃないですか、平和社じゃん、ね、借りから土地売却益、貸しから土地ってやったじゃん、ね、あれがまさにこの未実現収益、まあ、計上しちゃダメだよという話があるから実はやっとったってことなんですよ、ね、うん、こういうのも結構いっぱいあります。これ内部利益っていうのはね、本店から支店に送ったやつも実はそうなんですよ。ただ今の日商日記は範囲から除外されちゃったんで本質では出ないんですよ、ね、ただ連結は出る。ということで、はい、これ実はね、何気に短い文章なんですけど、むちゃくちゃ重要なんですよ、2番目。どっちが重要かと2番目ですよ。1番目と2番目のどっちが重要かと2番目の方が圧倒的重要なんですよ。これ発生主義会計って言って、我々が今まで3級2級で勉強してきた基本ベースの中のベースの話なんですよ。ね、格売りをやってる理由ですから、実はね、原価償却をやってる理由なんですよ。ね、この話があるからやってるんですよ実はね。はい、ここまで OK ですかね。はい、では180